金社タイラチン工場の入り口の写真。金社は台湾ギラン県に本社を置く食品製造業。台湾では老舗の飲料メーカー。1982年、缶コーヒー事業を開始した後、お茶、乳酸菌飲料、ミネラルウォーター、ウィスキーなどと取り扱う商品を次々に増やしてきた。缶コーヒーは、白コーヒーブランドが台湾内で6割のシェアを占めるまで成長した。 本社が雪山山脈の麓に位置し、良質の水が得られることから、ウイスキーの製造を構想。台湾は平均気温が高いことから蒸留酒の製造、熟成が困難との認識があったが、温度と湿度管理を自動化することで事業化の目途が立ったという。スコットランドから輸入した蒸留釜、アメリカ合衆国やスペインなどから入手した。 貯蔵損を用いて2005年に上流所を設立し、台湾発のウイスキー製造メーカーとなった。2008年12月からは、カバランの製造を開始。上流を開始して間もないが、2009年のインターナショナルワインスピリッツコンペティションでは、銀賞を受賞し、品質の確実さを証明した。ありがとうございます。